チャンネル登録お願いします。OK? ano ba? Okay na ba? Kasi... はい、なんか道歩いてたらホテルの近くにこのラーメン屋さんを昨日見つけたんですよね。なのでこのラーメン屋さんを、ちょっと入ってみたいと思います。日本語でラーメンって書いてあって、メニュー何あるかなって、なんか天丼みたいなカツ丼とか唐揚げみたいな感じですね。で、醤油ラーメンが、まあ、100ペソなんで安いんで、塩、辛、辛口とかもあって、なんかいろんな種類がありますね。 Hello。 何ラーメンにしようか。醤油でも味噌、肉醤油、まあ、100ペソの醤油ラーメンにしよう。はい、プリーズ醤油ラーメン、醤油ラーメン、ワン、いや、醤油ラーメン、ワン、オンリーワン醤油。熱っ、ジルティーは、汗かいちゃう、あったかそう。これあのバンブーハイチャンネルのタッサーにもらった帽子で、これかぶってると日差しはよけれるけど、だけど汗がここに溜まってすぐ汚れそう。よいしょ。なんか日本語でラーメンって書いてあるから日本人がやってるかと思ったら全然そんなことないですね。お店もなんか日本っぽいような感じ。Your wife? Yes. Oh, Japanese wife? No. Oh, Filipino. Why Japanese ramen? Marate.Ah, cooking. Oh, attention. This floor open. No, small dishes to go. Pandemic. Ah, ah, ah. Open. Oh, I stay near hotels or working for Japanese language ramen all today. Okay, thank you. Thank you.なんかこんな感じのラーメン、いただきます。すごいシンプル。だけど、すごいシンプルな醤油ラーメンに麺がね、そうめんみたいな感じの麺かな、これ。どうだろう。うん。麺は柔め。やっぱそうめんみたいな感じの麺。で、上にネギが乗ってて、そのネギがシャキシャキして合うね。まあけどこういう久々に弱い麺もいいかもしれないね、なんかフィリピンだと。おいしいおいしい、全然いい。これで200円。Yeah.
麺の量がすごい多いから、この麺でお腹いっぱいになれる。うん。食べ終わりましたね。すごく量も多くてお腹いっぱいで、あっという間にペロッと食べちゃいましたね。で、まあ、よくある、なんか昔ならではの感じのラーメン屋さんでした。あ、味でしたね。普通のシンプルな醤油ラーメン、まあ、また行っても、あの、安いし行ってもいいかなって。まあ、だけど炭水化物だから、これ多分すぐお腹減るようなイメージがあります。じゃあここから、戻って、なんか、あ、またなんかちょっと雨降ってきて、まあ、とりあえずこれで、ホテルの方に戻って、それまでゆっくりしていきたいと思います。最後までご視聴いただきどうもありがとうございます。バイバイ。チャンネル登録お願いします。おいで。あの、はい、おまけ。いやー、なんだろうね、足を使っていっぱい動かないとダメだね。ちょっと行動しなさすぎてるのと、行動慣れしていないのと、ハロー。まあ、あとはみんな気さくな感じで話してくれるのと、話しかけてくれるのと、まあ、楽しいですね、この街はいて。じゃあホテルに戻ります。あ、そう、なんかこのホテルのこの通りにセブンイレブンだったりとかミニストップだったりとかあるから、まあ、なんかちょっと嬉しいね。あとやっぱ子供たちは多いかな。じゃあ最後までありがとうございます。